DDN ワウムクラウドの井原です。えっと今日はあのまあラスターのパフォーマンスに関してえっとまご紹介したいものがいろいろあると思うんで紹介したいと思います。でやっぱりそのラスターに関しては皆さんそのあのパフォーマンスというのは非常にまああの期待されているものがあると思いますけどもま一言でにそのパフォーマンスといってもまあいろんなパフォーマンスに関するあのまあ特性だったりとか。 あとまあメトリックスもいろいろあると思うのでまあ今日はちょっとあの一つ一つあの細かく紹介することはできませんけどもまあいろんなパターンに関してちょっといろいろご紹介したいと思います。でまずあのまあ先ほどもお話ししましたようにやっぱりそのラスターとしては今までもこれからもそうなんですけどもやっぱりその性能というものには非常に意識して作っていますしこれからもデザインしていく予定になっています。 ただやっぱりその性能に関してはあの、まあ、その性能が良くなっているとか悪くなっているかっていうのの、まあ、評価っていうのは非常に難しいということがあります。でその理由はまあいくつかあるんですけども例えばそのラスターに限らずなんですけどもやっぱりその性能を評価しようとすると、まあ、いろんなあの、まあ、関連するものがあったりとか関連性するものがありますと例えばそのラスターに限って言うと、まあ、使っているその Linux のカーネルのバージョンは何ですかとか。 あとまあインフィニバンドのドライバーのバージョンだったりとかファームウェアのドライバーとかまあいろいろそのラスターのソフトウェアに限らずまあいろんなまあバージョンのディペンデンシーがあったりしますとでまあ次にそのそもそもあのその性能を評価するためにまあどういうテストをやればいいのかということをまあちゃんと理解する必要がありますとでその性能をテストのワークロードをうまくこう理解せずに まあ、あのテストをやってしまうと、まあ、そもそもその性能の改善しているかどうかが見ることができないといったところでやっぱりそのテストのワークロードをまあちゃんと考える必要があります。でまあもう一つあるのはあの、まあ、よくあるのは、まあ、ある、まあ、クラスターでは、まあ、こういうベンチマークの結果が出ましたよと。 で同じそのまあベンチマークをやったけども例えばその違うあのシステムでやると全く違う結果になったとかで、まあ、例えばその違うえっとラスタのバージョンでやると当然違う結果になったりとかいうことでなかなかそのあの環境的にもまあ1つのベンチマークを取ってもまあ違う結果が出ることはまあ違う,違うあのシステムでまあテストをやってしまうとそういうことがあってしまうのでやっぱりその1つのシステムであのまあ一貫性を持ってまあテストするっていうのはまあ非常に重要なことだと思っています。 であとまあこれは一つちょうどあのラスターの今後の改善点にも一つなるんですけどもなかなかそのラスターのロードマップだけを見てもあのラスターのロードマップに関してはまあ大きい機能しかあの書かれてないのでじゃあそういう、まあ、小さくはないんですけども、まあ、性能が改善されたという情報はやっぱりそのもう少しチェンジログを見たりとかですね、まあ、実際そのコードの中を見たりとか、まあ、そういったことを見ないと、まあ、どのバージョンでどういう改善があるかと。 ということをまあ探すのは非常にちょっとそういったところであのじゃあこのバージョンはあの性能が良くなっているとかそういうようなところでまあちょっと探すところにちょっと時間がかかってしまう可能性がありますと。でまあ,あのそういったまあいろんなその性能を評価するにはさまざまなチャレンジがあるんですけども、まあ、ちょっとそれをまあ今回はまあハードウェアを統一してあとはまあそのソフトウェアを統一してラスターのバージョンだけをちょっと変えて。 じゃあどういうあのまあ性能の違いがあるかというのをまあ測ってみましたと。で今回まあ測定まあ今回ちょっとご紹介したいあのベンチマークに関してはその二つあ3つそのラスターのバージョンで試しました。1つはあの以前までの,の LTS と呼ばれているそのロングタームサポートだったその2.10のバージョン。でもう1つは現在 LTS と呼ばれているまあそのロングタームサポートの2.12のバージョンでもう一つはあの今そのアップストリームのまあバージョンになっているバージョンですねまあだから今後そういうあの性能の改善が入ってきますよといったまあこの3つのバージョンに関してまあ性能の比較をしましたというですねということですね。 でまあ、これがその、まあ、ベンチマークの構成なんですけども、まあ、非常にこうシンプルな構成になっていますとで、まあ、今回その採用したテストにまあ採用したシステムとしては DDN の, DD の,の AI400 と呼ばれる、まあ、オールフラッシュの、まあ、製品を1台使いましたとでこれはその,の 2U で、まあ、24本よく十四本入る NVMe が入るシステムで、まあ、オールフラッシュのシステムになっていますでまあ あのストレージコントローラーとアスタのサーバーが、まあ一,まあ、一つの筐体の中に入っていて、まあ、エンベデッドと呼んでるんですけども、まあ、そのシステムの中でまあ動作しているものになりますで今回は MDS とか、まあ、MDS とか OSS とかありますけども、まあ、それも非常にシンプルにして、まあ、一つの筐体の中で全部収めましたとで、まあ、ネットワークはまあインフィニバンドを使って、えーまあ、32台のクライアントをまあ のクライアントとしして使いましたで、まあ、先ほども言いましたように基本的にはまあこの構成はまあ一切変えずに、えー、まあテストを行いましたで変えたのはまあラスターのバージョンだけですとで、まあ、ここに書いてる通りそのラスターのまあ設定のパラメータも,もうここに書いてるだけで、まあ、それ以外は一切まあ変えていませんといっ,ったところで、まあ、当然そのあのー じゃあこの機能は使ったんですかこの機能は使ってるんですかというのがあるんですけどもそのまあラスターの,あのデフォルトでまあその性能が改善していることも当然ありますしデフォルトで有効になっていることがあるのでじゃあ,あ,のまあこちらとしてはまあどういう機能が入っているかというのを理解しているんですけどもちょっとここではあのどれが入っているかというのはちょっと細かく説明せずにまあ基本的にはまあデフォルトの設定でまあそれぞれを比較したということになります。 でまずですね、あの1つ目、あっ、ごめんなさい、これちょっと飛ばしてましたで今回、テストしたあのテスト内容なんですけどもあの、大きく分けて3つありますと。で、まあ、1つは、あのまあ、一般的なラスタの性能ということで、まあ、オールフラッシュに関する性能というところで、あのアグリゲートのスループとの評価、要は合算性能ですね、合算のスループとの性能の評価をしましたと。 合算のスループとの評価といってもあのまあいくつかそのワークロードがあって例えばその複数のプロセスがまあそれぞれ独立したファイルにファイルの IO をするパターンでもしくはその複数のプロセスが一つの共有のファイルに対してまあ操作するパターンこの二つに対してまあ測定を行いました。でまあもう一つはそのまあ今回はフラッシュのシステムですのであのまあアグリゲートされた IOPS IOPS がどれぐらい向上しているかというところでまあと当然そのフラッシュのシステムで今度そのサーバー側にどういう改善点があるかというところも見るために1台の OSS の性能をちょっと比較してみましたとでこれがそのアグリゲートに関する一つのワークロードなんですけどももう一つは大きなその あのカテゴリーとしましてシングルクライアントのまあ性能を評価しましたと。でやっぱり今あの先ほどのストリームの話でもないんですけどもやっぱりその1クライアントっていうのはまあ CPU のコアもそうなんですけどもまあ大きな GPU がいっぱい乗ってきたりとかでまあ非常にその1つのクライアントがリッチなクライアントになってきているというところもありますのでまあどうしてもその複数のクライアントでまあ大きなあのジョブを流すということもあるんですがあるんですけどもやっぱりその AI の ワークロードとかだとやっぱその1クライアントのまあ性能を性能あの IO の性能を上げていくというのは非常に重要なところでまあちょっと今回はその1クライアントに特化したいくつかの評価を行いましたと。でその中ではそのシングルスレッドの,あの性能を比較とあとは今度はその1クライアントなんですけども例えばそのネットワークリッチなあのクライアントに関して例えばその複数のネットワークのインターフェースを持ってて。 あのネットワーク的には非常に大気を持っている1クライアントがまあどういうふうに性能が違うのかとそういったところとあとまあ1クライアントの IOPS の評価をしました。でまあ最後にまあメタデータの性能ですね。小さい IO のオペレーションというのも非常に重要ですのでまあそのメタデータのオペレーションに対する小さいファイルに対するまあメタデータ操作というのを比較しました。このあの聞くわけで3つの カテゴリーに関したいくつかの評価を行っているのでちょっとそれらをご紹介したいと思います。でまずそのアグリゲートしたスループットの比較なんですけどもこれ先ほどお話ししましたようにあのファイルパワープロセスと呼ばれるプロセスごとにファイルを操作するまあリードライトするオペレーションとあとスライデット IO と呼んでるんですけどもこれは一つのファイルに対して あの複数のまあプロセスがまあ順番にこう書いていく例えばその NPI の IO だったりするとそのランク0番がまあ最初のまあオフセットに書いてランク1番が次のオフセットに書いてでそういう感じでまあその順番にこうランクごとにえっと書いていってまださ全部のランクまで書くとまだそのランク0からまたやっていくという形でまあ非常にその並列ファイルシステムとしてはまあなかなかそのタフな IO のワークロードなんですけどもそのスライデット IO のシングルシェアドファイルに対するスライデット IO の測定を行っていますと。でもう一つはですねあの先ほどの同じようにシングルシェアドファイルなんですけども先ほどの場合は一ののつのオフセットっていうかそのチャンクのサイズが1メガバイトっていう形で大きくてアライメントがしっかりしているあの IO サイズなんですけども もう一つはこれは IO500 とかでも採用されているんですけども一つの IO サイズが全くそのアラインしてないサイズ例えば IO500 のパターンですとここで書いてますように 47KB と 8B ですねまあもう本当に非常にあの全くアライメントがしてないような IO サイズでまあこれもその r e x p i l システムにとっては非常にこうタフなワークロードなんですけどもまあそのこの3つのパターンに関してまあ測定しましたと。 でよくこの使われるのはこのファイルパワープロセスで要はそのストレージの最大性能を見るためによく使われるんですけども、まあ、これもともとラスターが非常にこう得意にしていましてあのこうグラフを見てもらうと分かるんですけども左側が、えっと、ごめんなさい右側があのライトの性能になっていまして左側がリオン性能になっていますと。でそれぞれこのグラフの色が違うんですけどもオレンジ色が2.10で黄色色が2.12ですね。 でまあ、緑色がそのアップストリームと呼んでるんですけども今あの出てくるこの今度出てくる2.13というバージョンになりますとでファイルパワープロセスに関しては、まあ、ライトもリードも、まあ、それなりにこう性能が出ていまして、まあ、どのバージョンであっても、まあ、そんなに変わりませんと、まあ、リードに関しては2.12と,、えー、と 2. 点そのアップストリームの方が非常にちょっとよくなっているんですけども、まあ、基本的にはライトもリードもまあ非常によく性能が出ていますとで次にそのストライドとあシングルシェアドファイルですね 1メガバイトであのまあランクごとに順番に変えていくいうようなタイプなんですけどもまあこれもともとそのラスターとして非常にちょっとあのまあ若干は不得意にしている部分がありましてまあ特にライトですねでこれ見てみるとやっぱりそのファイルパワープロセスに比べるとその2.10とか2.12に関してはやっぱりその性能は1 3分の1とかまあそういうレベルしか出てませんでしたただそのア,プリストアップスリームの そのまあ緑色のグラフを見てもらうと分かるんですけども非常にライトの性能はまあ非常に上がっていましてまあその最新の,の2.12と比較しても2倍以上ぐらいの性能が出ているのでまあそのシングルシェアードファイルのストライド IO に関してはまあライトはまあ非常に性能は今上がっていると。でリードに関してはあの今の現在あの出ている2.12も非常に性能が出ていましてまあこれそのファイルパープロセスと性能が変わらないぐらい出ていて。 まあ非常にこれも良くなっているというとうころですねなので、まあ、あのスライド対応に関してはあの最新のラスターではまあ非常に性能が上がっているということですね。で次にそのアライメントがない IO に関してはあのこれはやっぱりいまだにちょっとまだあのもう少しそのライトに関しては改善の余地があるんですけどもただこれあの見てもらうと分かるんですが実はその2.10と2.12に関してはもう本当にあの全く性能が出ていませんでしたと。 ただあの、まあ、アップストリームの,あの,あのバージョンでもまだまだ低いんですけども、ただその前のバージョンと比べると、まあ、50倍以上の、まあ、性能が出ていますし、まあ、今後もまあ改善できるような形になっていますと。なので、ライトはもう少し改善の余地があるんですけども、まあ、順番にこうステップバイステップでこうあの解決していかないといけない部分なんですけども、まあ、そのアライメントがないあの IO に対しても、非常にあの少しずつなんですけども、改善していっていると。 で逆にそのリードに関してはですねあのアライメントがなくてもですね今の新しいイラストのバージョンですともうファイルパワープロセスとかアライメントがあるあの IO 性能とまあほぼ変わらなくなっているのであの実はもうリードに関してはもうほぼほぼあの性能が出てるようになっていますとなのでまあ今後はちょっとライトをもう少し頑張っていく必要があるかなというところですねで次にそのアグリゲートされた IOPS のものですね でこれも同じあのあの色分けをしていましてあの2.10と2.12とアップストリームのバージョンですとで横軸はあの4キロバイト8キロバイト16キロバイトと順番に I/O サイズを大きくしていってまあ最大128キロバイトまで測定していましてえっとまあ縦軸がまあどれぐらいの IOPS を出しているかというところです。 2.10もそのアップストリームのラスターのバージョンも今の2.12もアップストリームのラスターも2.10と比べて 4KB8KB の IO サイズに対して非常に IOPS が上がっていまして約 20%, 20から30%ぐらいの IOPS が出ていますで、単純にその 4KB8KB だけではなくて、まあ、大きな IO サイズに関しましても IOPS は非常に上がっていまして 2.10では6 4イトとか1 2 8キロバイトではそのネットワークのバンド幅っていうのはまあサチュレーションできなかったんですけども2.10ではまあサチュレーションできるようになっているのであの単純にその4キロバイト8キロバイトだけじゃなくて IoPs 全体に上がっていてあの Io サイズが大きくなってもまあその IoPs というのはまあそのまま依存あの そのまま iOPS というのも改善されていて最終的にはネットワークをサチュレーションできるような形までになっているといったところで新しい2 1十にアップストリームのバージョンを使ってもらうと非常に高い iOPS を得ることができるようになっています。でこれは 1OSS の比較なんですけども色分けは全く同じような形になっています。バージョンごとに色分けをしていましててま 2.10だとですねこれあの1本のインフィニバンドなんですけども OSS そのラスタのサーバーの方に1本だけ EDR のインフィニバンドがつながっていましてあのこの場合ですと大体2.10だと1 0 g b セクぐらいしか出ていませんとまあ 10Gb でもまあ比較的性能はこう出てるんですけどもただ2.12とかそのアップストリームを使うとまあさらに20%ぐらい改善されてでほぼそのネットワークが持ってる帯域 フフルフル使うネットワークを持っている待機最大まで出すことができるようになっていますとこれはもうリードもライトも同じようになっていますとでこのサーバー側で何が起こっているかっていうのを見てみると2.10に関してはやっぱりその IO があのまあいい時もあれば悪い時もあるような感じで結構その揺らぎが大きくなっているんですけども。 実際2.12とそのアップストリームのバージョンを見てみると非常にそのネットワークの待機近いところでずっと一定して性能が出ているといったところでまあまあそういったところがあの 2. あこのネットワークの,の 1OSS の性能に大きく貢献しているといったところになります。なのでまああの先ほどアグリゲートの性能が良くなっているという話もしましたけれどもまあこういったところも含めてまあラスターのサーバー側の あの最適化というのもまあ大きく進んでいるというところになります次にクライアントの話なんですけども今度からそのまあ1クライアントの話になりますでこれはその1クライアントであのどれぐらい IOPS がま出るかというものになりますでまあそのテストにはまあよく使われる FIO というまベンチーマークのツールを使いましたと。 でまあ、当然そのキャッシュの影響を全くなくすために、まあ、ダイレクト IO を使っていましてあとまあよくそのデータベースとかで使われているような AIO アシンクロナス IO をまあ有効にしていますと。なのでまあダイレクト IO でそのクライアントのキャッシュは一切使ってないんですけども、まあ、非同期でクライアントカードしてみればまあオペレーションがすることができるということです。 で実はそのラスターの2.10はですねあのこの AIO というのがまあ使えない形になっていましてあのまあ使おうとするとあまあエラーで落ちてしまいます、まあこれはバグとしてまあ,あるので、まあ、あのフィックスされているのであの問題なんですけども、まあ、実はその AIO というのが使えませんなのでこの2.10の結果は AIO じゃなくてまあシンクモードで測定したものですで2.12はまあ一応その AIO のモードは AIO のオペレーションは動くんですけども内部的には同期モードでやっているのでそんなに性能がやっぱり出ませんと。で実はそのアップストリームのバージョンではその AIO がちゃんと動くようになっていましてでちゃんと動くと性能もそのの通り出てましてだいあのこれ1クライアントなんですけども170万の IOPS が4キロバイト。 で出ていますこれ横軸はスレット数なんでスレット数を増やしていけば最大の IOPS も出ることができます。なので1クライアントで170万の IOPS が出てこれは2.12と比較すると6.5倍以上の性能が出ているといったところで IOPS1 クライアントに対する IOPS は非常にアップストリームのラスターでは良くなっているってことが分かると思います。 で次にあのシングルスレッドの性能ですねやっぱりこのシングルスレッドの性能はやっぱりあの非常に重要で MPI を使ってるアプリケーションが全てではなくてやっぱりその,あの AI マシンラーニングっていうのは今でもそのシングルスレッドの性能あのシングルスレッドでのオペレーション i o のオペレーションというのはまあやっぱりあるので。 そのシングルステッドの IO の性能を上げるということは非常に重要なことですと。でまずはそのどっちかというとそのリードの方が比較的容易に改善できるので、まあ、今はリードの方から改善をやっているんですけどもこれ結果見てもらうと分かるんですがリードに関してはアップスチームのバージョンを使ってもらうと大体もう倍ぐらいの性能が出ていますと。で、まあ、2 1 0 2 1 0 2に比べてま80%以上の性能が出ています。しま1スレッドでもま 3.5gb パーセグぐらいですかね？ぐらいの性能が出ているので、ま非常にあのシングルスレッドの性能のリードに関しては、まあの向上していることはわかると思います。ただ、ライトに関してはまああのどのバージョンでやっても、まだそんなに性能が出てなくて、ま、今後あのもう少しこのライトに関するシングルスレッドのこあの性能の向上というのは今後やっていく必要があるかなというところになります。 で次にえっとこれは1クライアントであの複数の,あのインフィニバンドのネットワークを持っていた場合ですと。なんでまあ通常はあの1クライアント1本のインフィニバンドだったりとかまあそういうハイスピードのネットワークを持っていることが多いんですけどもただやっぱりそのリッチな IO リッチな あのクライアントに関してはまあ2本 EDR を持ってたりとかまあもしくは今後 HDR200 という 200GBps の,のネットワークの待機も出ているので待機としてはまあ今後もっともっとネットワークの待機としては大きくなっていく可能性は十分ありますと。でこれ見てもらうと分かるんですけどもあの横軸にあの横線でこう青のドットエットラインがあるんですけどもまあここは大体そのインフィニバンドの1本あたりのまあ ネットワークの最大値とといいうふうふに理解してもらえればと思いますでこれは同じように右側がライトで、えっと、左側がリードでで、まあ、8スレッ6スレッドから12スレッドで最大48スレッドまでこう増やしていってるう感じですね。で実は2.10の,のオレンジのところだけ見てもらうとちょうどこのインフィニバンドのまあ1本分の帯域と同じぐらいになっていますと。 なのでまあ自分のネットワークの性能通り出てるよねっていう感じなんですけども実はそのネットワークの待機が今度倍に上がってくるとあの倍に上がったとしてもその2.10の性能っていうのは上がってこないんですねなので実は皆さんが今後その大きなもっと早いネットワークを持つとあれ私のそのクライアント遅いなっていう,っていうことも気づくて。 まあ当然それはあの新しいデバイスが出てくるとそれに対する改善はしていかないといけないんですけどもまあそういったところで2.12に関してはそ,のそういったところのスケーラビリティの問題がありましたと。で今これ見てみると2.12でももう少しあの改善の余地ありますしただアップストリームになるとさらに改善されていて約30%以上のまあ性能がライトに関しては出てますしあのリードに関してもまあ30%以上のえと性能が向上されていますと。 なんでまあまあこれが100%かというとまだ100%ではないんですけどもあのまあ今後、早いネットワークが出てきてまあ当然、もっともっとオプティマイゼーションが必要なんですけどもあのまあネットワークが早い早いネットワークが出てきてもまあ新しいイラストのバージョンを使ってもらうとまあ比較的、待機が持っているネットワーク待機が持っているところまでまあ性能を引き出すことができるようになっています。 で次にメタデータのオペレーションなんですけどもでこれまたあのメタデータの,あのオペレーションに関してはまあよく皆さんその MD テストっていうそのよく使われるベンチマークのツールがあってまあこれ非常にまああの便利で使いやすいんですけどもまあこの使い方もいろいろありますと。でこの使い方をうまく活用しないとまあ本来その 実際プロダクションに入ってそのプロダクションに見合ったワークロードをこのベンチマークツールで引き出すことはできないということになってしまいます。というのは例えばこのベンチマークツールを普通にこうやってしまうとまあ一つのクライアント上でファイルを大量に作ってスタッドのオペレーションをやって削除をやりますと当然そういうジョブだったりとかアプリケーションもあると思うんですよね。 一一連の操作をまあ一気にやってしまうとただあのまあよく一般的なそのアプリケーションはまあ大量にファイルは作るんだけども実はその参照だったりとか削除するのは時間が経ってからやるとかもしくはその違うクライアントでやるとかまあ必ずしもその短い期間で全部1クライアントでやるとは限りませんと。なのであの何が違うかというとまあ1クライアントで全部一気にやってしまうとまあ全部そのキャッシュの影響が大きく出てしまいますと。 だけどその本来はまあそのキャッシュが影響しないあのそのワークロードを想定していないといけなくてまあちょっとそういったところのまあ性能比較をまあやってみたのがこの結果になります。でこれは実際あのあの色分けは同じになってるんですけども一つだけその追加していてあの実はその青色の結果はあの意図的にそのキャッシュの影響をしてる。 全部自分のクライアントでやってファイルを作って参照して削除すると。なので青色が一番良くなるのは分かっています。ただそれ以外の結果は全てキャッシュの影響がないものです。でこれ見てもらうとやっぱりそのオレンジ色と黄色色で特にそのスタットのオペレーションですよね真ん中のファイルスタットのオペレーションに関しては青色に比べて半分以下になっています。でそのアップストリームのバージョンですと まあこれでもやっぱりそのキャッシュがあるよりは当然落ちてしまうんですけどもただ2.10とか2.10に比べて60%そのスタットのオペレーションがあの上がっているのでまあこれは非常にそのあの実際のワークロードであのまああの見えてくるところでまあベンチマークではこのワークロードしなければあまり見えてこないんですけどもその実際のワークロードではそのキャッシュがないことがほとんどですのでまあそういったところであのまあスタットが速くなっているというのがまあ 実感できるようなな形になっています実はそのラスターに関してはファイルリムーブに関してはキャッシュがあろうがなかろうが非常に早く高速に動くようになっていますなのでこれ見てもらうと分かるんですけども2.10だろうが2.12アップスリーのファイルリムーバブルに関して削除に関してはキャッシュがある場合とほぼ同等の性能が出ているのでこれはだからベンチマークやった時ときとプロダクションの時ときと まあほぼ同じ性能が出てるというふうに理解してもらえばいいかなと思います。最後にちょっとご紹介したい資料としましては一つそのラスターの機能としてデータオンメタデータというものが追加されています。これは何かととというと今までデデータとメタデータタタメ 必ず違うサーバーバもしくは違うデバイスで管理してたんですけどもデータはメタデータを使うとデータもメタデータも全部メタデータのデバイスの中に入れることができるそうするとクライアントからしてみるとメタデータだけにメタデータサーバーだけ話せばデータも保存してくれるのでレイテンシーが小さくすることができると。 といった機能がまあ新しいバージョン2.12からまあ使えるような形になっています。でこれこのあのひとこの結果はあのまあ,あ,あ Linux あ Linux さん l i n のソースコードをまあダウンロードしてまあ一クライアントであのタまあターノファイルになっているのでまあそれを展開してまあそのターノ展開時間がまあどれぐらいかかるかというものを調べたものでで2.10の そのデータメタデータを使ってないものを1としたときにどれぐらい性能が向上しているかっていうところですねで左がグラフの右側の方がそのデータメタデータを使ってない時でで実はそのアップストリームのラスターのバージョンを使うとあのデータメタデータを使わなくても約10%のレイテンシーを削減して。 あの時間を削減することができていますとでで加えてそのデータをメタデータを使うとまあさらに10%なんで2.10から比べるとまあ合計で20%あの時間を削減することができます。まあ、これはあのそのスモールファイル小さいファイルの,あのまあ性能向上にまあ役立つことになっていまして、まあ、どうしてもそのメタデータだけのベンチマークっていうのもあるんですけども、まあ、実際は ターを展開したりとかですね、まあ、そういったオペレーションというのがよく実際プロダクションで行われると思うんで、まあ、そういったところの実オペレーションでどういったところどういうふうに性能が向上しているかというのがこれで分かるかと思います。まあ、これも当然その20%で満足しているかというと、まあ、そういうわけではなくて今後もっともっとまだ改善の余地があるとは思っています。でまあ、最後にあの、まああの ままとめとめしましてあのやっぱり一つのハードウェアで一つのソフトウェアの構成でまあそのアップルアップルの,あの比較っていうのはまあ非常にまあ有効ですと。でやっぱりこうやって同じような一つの環境でやってみるとまあ何何どのバージョンがまあ改善しているどのバ改善していないというのが一目で分かりますし。 まあ非常に今後はまあこういった環境というのはも非常に重要かなと思っています。で、まあ見ていただいたようにあのまあ2.12のバージョンでまあ大きないろいろまあ性能向上がしているところもありますし、その現在その2.13そのアップストリームのあのラスタのバージョンではまあさらにその性能を改善しているところもありますと。なので、まあこれはそのスループットだけじゃなくてまあ IOPS だったりとかそのメタデータ性能に関してもまあ向上しています。と 特にそのまあシングルクライアントに関しましてはああ IOPS 全てにおいてまあ性能を向上していますしえっとまあただいろいろ1つの環境でテストしているとまあ今後やらないといけない今後こういったところの性能を向上していかないといけないというところも見えてくるのでまあちょっとそういったところをまあ今後はもう少しまあワークロードを増やしていこうかなというところがありますしあとはまあ今回そのインフィニバンドだけでまあ比較しましたけどもやっぱりその違うハードウェアですね。 あのまあネットワークも違ったりとかまあそういった形でまあ環境は同じなんですけどもまあちょっと違ううデバイスを使っったた評価とといいいのもしていきたいと思ってき思ますでまあもう最後にやっぱりこれはその単純に性能の,あの比較だけじゃなくてまあその性能の問題を見つけるあの非常にあの役に立つこともなりますのでまあやっぱりその皆さんももしあのなるべくそのテスト環境というのをプロダクションでは持っていただいて。 まあ小さい環境でもいいと思うのでこんな大きなバージョンの比較っていうのはないんですけどもやっぱりそのアップグレードする前に性能の確認といったところでそういった一つの環境内で違うバージョンを評価するといったところはやっぱりその単純にベンチマークじゃなくてプロダクションシステムでも重要かなといったところです以上が私の説明になります。